本日は YouTube マルコ工業第2弾としまして、いつもご協力いただいている西井ナストリーさんにお越しいただきました。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。西井インダストリーの川西と申しますと。原沢です。インダストリーの方ですね。インダストリーの方でした。僕日清の方なんで。インダストリーの方で。よくわかんない。トータルテンボスだよ。ということで、東軍工大からです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、マルコ工業藤田です。マルコ工業野崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、トリプルコラボということで、マルコ工業さんに来て、今日はクメッキ材してメッキっていう YouTube を撮りたいんで、日清インダストリーのお二人に来てもらいました。ありがとうございます、はい、で今日はいろいろちょっと聞きたいんですけど、クメッキ材っていうのは何ぞやというのをちょっと社長に。クメッキ材とは、クメッキ材とは、クメッキ材とは大丈夫ですか、時間時間はまあ限りはめちゃめちゃかかりますよ。めちゃくちゃかかるんですか。要はメッキした後の、はい、溶接をするとかいう場所にはメッキがついてると亜鉛のガスが出ちゃうので、ヒュームだったりなんとか出ちゃうので、あんまりあれが良くないので、その密着とか、溶接のあれが良くないんで、あんまりちょっと詳しいことは僕もわかんないですけど。1時間大丈夫ですか？そう、喋れます。喋れる。喋れるけど、それで、不メッキにして、このメッキをつけさせないっていう処理があるんですよ。それが不メッキってことですね。そうです。それで不メッキを作るんですよね。だから普通にやってしまえば、工程上、何もなければメッキがつくものを、あえて、まあ不メッキってもともと不良品なんで、塗料でもって強引に不良品を作るっていうのが不明。ちょっと深いな。うん。なので普通にただ塗っただけでは不明器になるようだったらば、メッキ屋さんは何をやったってそんな不明器がバンバン量産してしまうわけで、不良品をバンバン量産はみんな誰もしないから。なるほど。それをあえて不良品を作るというのが塗料のややこしいところですよ。なるほど。その不明器されてないところとか、やっぱなんでここメッキされてないとなるっすもん。なるほど。不具合ですね。そう、それは不具合で、普通はもうちょっとずつしかできないんですよ。まあ、例えば、鋼材に何かがあったとか、じゃないとできないものを、塗料でもって強引に広範囲を、メッキをつけさせないようにするという。深いわ。これはちょっと魔法の塗料ですね。いや、深い。で、それを作ってるメーカーさん。っていうことでよろしいですかね。そうです、そうです、ね。僕らはこう、マルコさんも含めて、メッキ屋さんにたくさん、うちの本業のね、ジンクの方を入れてるので。メッキの、そうです、募集のスプレーが、はい、そっちが本業なので。本業です。はい。で、副業として、そういう不メッキとか、こういうのをやってくれないかっていうのがいっぱい話があって、で、不メッキを開発。へぇー、すげぇ。技術者ですね。開発者。基本僕は全部塗料作ってる。すごい。変態ですね。10年ですね。不メッキ材10年。すごい、メッキの変態と塗料の変態が。変態だらけです。変態だらけです。この不メッキ材も作ってるこの10年の間に、一番最初の頃はまあ、普通に作っていって、からだん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 塗料業界もいっぱい変わってきて、環境対応にしなきゃいけないとかなってきて、もう最終的に、こう、出来上がってくるたんびに、世の中がコロコロ変わっていくから。それに対応していかないといけない。そう。ってことはもうずっと今後も問題なく使えるのはやっぱ水性しかねえって言って、水性化にこうシフト切り替えたんです。じゃあほとんどの今、不メッキとか塗料っていうのは、溶剤の塗料とか。溶剤とかは全部水性なんすか？いや、普通のやつは溶剤です、バリバリの。あ、溶剤。塗料とかきちで。そうすると今後、いずれかは使えなくなるじゃないですか。なのでずっと使えるようにっていうので、もう水性、これから先を見据えてってことですよね。で、今までの不メッキ剤はこう大体エポキシの乳液を混ぜるタイプが主流で、うん、それするとエポキシの密着でもって思いっきり塗膜くっつけちゃって、耐熱性も少し持たせてるから、メッキした後にも塗膜が残ってるんですよ。だからメッキ屋さんとか工場さんっていうのはこれ全部削り落とさなきゃ後でいけないから塗膜が残ってる。で、僕はメッキ屋さんにいっぱい出入りしてるんで、メッキの理論をよく熟知しているはずだから、それでそこのところからもう耐熱を持たせないでメッキ層で燃えてなくなっちゃう塗膜を作れば、メッキから上がってきた時にはすでに不メッキになっている。なるほど。っていうのをまあ目標にして作ったんですよね。で、この二液型のやつってこうかかんなきゃダメですよね。8対2だとか9対1っていう配合で分量が決まってるんですもんね。まあできますよね。で、エポキシは特に配合比をおかしくなっちゃうと効果不良って言って塗膜がちゃんと出来上がってないっていうのになっちゃうんですよ。それぐらいちょっとシビアなんで、そんな面倒くさいことして、混ぜて、
でも余ったやつは固まっちゃうから捨てて、でやってるロスを考えたらまずは一液化っていうのはした方が楽じゃないですか。じゃあ今日使うやつは一液。今日使うのは水性の一液ですよ。世の中に誰もない。ああ、もう日清さんしか出してない。うちしかやってない。まあ、そもそも不明機材を専門に作っているところがないですね。まあ大体、まあ自分とかもそうですけど、うん、まあちょろっとしたやつだったらガムテープやっちゃったりとか。そうそうそうです。はい、やっぱしますからね。なんで、もう不明機材って調べても30年以上新製品出てないんですよ。まあ大体2液ですね。そう。で、今までのそのいろんなところの資料っていうのも30年以上の前の資料なんですよ。何にも更新もされてない。だから、いまだに鉄工所さんでも、不明機にするのは分かってるけど、何を使えばいいのか分かんないとか、いう風になってきてるから、まあちょっと新しいのを今、ポンと出して、またこう、不明機であるっていうのを認知させればいいかなと思って。素晴らしいなぁ。すごいな。マルコさん来ると、衝撃なことが多すぎて、一応場所提供してないですね。いや、前回社長も半端じゃなかったですからね。俺とグレーの将棋、まあ初めてあの時、はい、お会いさせてもらったんですけど、いや、すごい人たちばっかりだなと思って、もうめちゃくちゃ勉強になりますね。ね、意識高くて。意識高くて。高すぎですね。高すぎくんですね。高すぎくんですね。いや、すごいわ。変態だわ。楽しみですね。1駅でしかも、はい、その後の処理が面倒くさいんですよ。さっきおっしゃったように上がってきた後に削ったり綺麗にする作業が、それが楽だとおっしゃってたんで、めちゃくちゃ楽しみにしてます。ああ、そっかそっか。そのグラインダーとかも全部マルコさんで仕上げて発送ってわけですからね。なるほど。じゃあだいぶすごいですね。メッキ業界に革新が出るんじゃないですか。そうですよ。言い切りましたね。言い切りますね。もうこのだってこの意外ともニッチな世界ですからね、メッキ自体が。まあかなりに、まあ、ね、あっちこっちでメッキがあって、みんな必ず見てるはずなのに、ようやいメッキってことを知らないじゃないですか。そういうところにもう一回こう注目とかねしてもらうには、新しいのをやっぱ出していくしかない。まだすごい。やってみましょう。そうっすね。じゃあちょっと工場行って、ちょっとどういうものか実際に塗りましょう、はい、見ていきましょう。レッツゴー。イエーイ。ポー、あ、グレがいない。ポーポーポーお願いします。俺グレさん頼みます。グレでいいっすね。グレでいいっす。じゃあこれから工事でポーポーポー。いや、まあ、これから踏み切り処理をするっていうことで、まあ、一応段取りがあるんで、それもちょっと説明していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今からこちらは、ね、メッキ処理をする。なんでメッキ処理をするかというと、通常メッキ、まあ、ブランガスですけど、コップが穴が開いてないと、アイが流れないんで、メッキができません。ただ、メッキ終わった後に、穴が開いてるのが嫌だと、そこから水が入ってしまう。だから、こういう蓋をするんですよ。あ、板でね。はい。で、密閉されてしまうと、現場に行った時、溶接が大変しにくいので、ここにメッキが乗らないように、すぐ現場に行った時に、ここにメッキ材をして、ここに行ったらと。わかりやすい。あ、今日はもっと小さいです、蓋は。蓋は多分このぐらいならここに。いい感じです。現場に行ったら、ここに、またします。そうっすね。これも基本的に不滅期にしてメッキがつかないようにする塗料を塗っていくので、塗料なんで結局塗るところの油が乗ってると塗料がくっつかなくて、結局脱脂層で全部取れちゃうので、そうならないようにまずここ脱脂作業を行います。了解です。ありがとうございます。社長お世話になってます。ありがとうございます。今日誕生日で、はい、今日おめでとうございます。おめでとうございます。54年の2月。
あ、悪い声だ。先輩でした。同い年だ。同年代だよ。ずっと思ってた。まず顔を貸さないといけないんですか。いや、大丈夫だと思いますけど。大丈夫ですか。水はじくかな。でもこれ油がついてないように見えて、実はついてたり。なんでこの油を取らないと、塗料を塗っても油の上に塗料が乗っかってるから出し層で油取れるんで、全部その時に一緒にこうペロッと取る。じゃあ意味ないんですね。だからここの下地の調整は超大事。はいはいはい。というわけで脱水します。はい、こうやってひたすら。今日はメッキ屋の仕事じゃないんだよ。今日は違うんすか。いや今日はとかないんすよ。そこの部分は不メッキ。なんでそこら貼ってんすか、そのテープ。これは鉄工所さんからの指示で、端から25mm、 ああそこを不メッキに。ああなるほど。これ 25mm の養生なんで、あ貼っちゃいます。メッキした後にこのフメッキの上に多分この穴を隠すために蓋を溶接します。うちで作った不明機材は2種類あって、はい、このペーストのタイプっていうのと、あと普通の塗料のタイプ、はい、あるんですけど、僕が個人的にペースト側が好みなんで、今回はちょっとペーストを持ってきました。はい、開いたら、スライム、そうそう、これめちゃくちゃ出てる。これの、ね、なんでこういう粘土にしてるかとかっていうのはちょっと後で喋りますね。はい、します。攪拌はするんですね。攪拌します。これが上に浮いてるのが水と混ざってる樹脂があって、これ赤い、もっと柔らかい。結構簡単に、これどんくらい混ぜればいいんですか。もういいです。あ、もういいんすか。混ざってるからいいんですけど。あ、じゃあ攪拌機とかいらないですね。攪拌機はいらないですね。夏場とかだと水と樹脂のところと分離してることがあるんで、ちょっとだけ混ぜてこうやって均一になれば何の問題もないです。で、夏場だとちょっと粘度が高すぎる場合は水で、普通の水で。水でいいんだ。水でいい。シンナーとかじゃないですね。水性な、匂いもない、匂いない。本当だ、匂いない。全然ない。全然大丈夫。水性ぐらい。グレだったら突っ込んでるな。で、これがこのペーストのやつを塗るのがものすごく難しいんで、一応大塚ハゲさんがいろいろと見てくれた推奨わけがこのペースト。まあ、これが、これをですね、なるべく膜圧を多く、これで結構多めに塗っちゃっていいんですか。そうです。これは膜圧をちょっと多くしないと不明器にならない仕様になってる。その辺の仕様はちょっと後で座学しないとどうしようもないので、はい、座学になります。で、一回これ塗りますよね。これ1回塗りですか、2回塗りですか。ね、そこを膜圧でやります。あー、膜圧でやるんですね。これ、ウェット膜圧で、濡れてる状態で、そうそう、濡れてる状態で、ここにウェットゲージをポツンと当てて、今ここまでついてるんで、もう全部跡が残ってますよね。
跡が残っているので全部ついてる。そうすると125ミクロンはついてる、ウェットで。なんでもう一個段階上にするにはここ回してこれをポンと、今ここまでついてる、一番最後がついてる、250ミクロンまでついてるっていう。そうするとドライになって乾いた時にだいたい120ミクロンくらいはついてる。これぐらいついてれば大丈夫。これどんくらい つけばいいんですか。基本は180以上とか。基本はドライで50なんで、はい、ウェットで100ついてればいいんですけど。ウェットで100ですね。じゃあ結構今回ついてますね。そうで、鋼材の厚みが厚い場合とか大きい場合ってメッキ層の浸積時間が長いんで、はい、それでメッキ層で基本燃えてなくなっちゃう塗料になってるんで、はい、浸積時間が長い場合は厚みにしといた、厚めにしといた方が安心だと。そう、安心なんだ。はいはいはい。でこれほら、この箱が結構綺麗に塗れますよ。綺麗っすね、確かに。綺麗に塗れる。職人みたいっす、はい、僕めちゃくちゃ塗るの下手くそなんだけど、ハケのおかげで、ハケのおかげでカバーしてくれる。いいハケだな。一応ちょっとなんか穴の中もちょっとだけ踏み切りしちゃおう。このペーストだと垂れないじゃないですか、塗ったとか。はい。だから下が全然汚れない。汚れない。汚れてないっすね、確かに。ボト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 ってならないっすね、汚れない。あ、綺麗。床を汚さないでできるってことですね。そう、ペーストだからペタって。逆に不滅処理、ガムテープだったら、下、あれっすよね。汚れないっすね。汚れないっす。ガムテープ大変ですよ。確かに、ガムテープってどうなんですか、実際。多分、効力は変わらないっす。ただ、熱気層が汚れちゃうんですよね。僕は、ガムテープが燃えた煙がものすごい出ます。ああ、そういう難点もあるんです。難点はあるただ。そういうのはないんですか、今回の。まあ、ないっす。ただ、まあ、ちゃんと、乾燥時間を持たないといけないっていうのはガムテープの方がすぐできるっていうのはあるんですけど、確かに。でこれがメッキにつくのが24時間開けるんでしたっけ。そうです、24時間ぐらいは開けてほしい。24時間後にメッキができるよと。そうです、基本的には24時間、まあ12時間ぐらいあればたぶんけど、その乾燥してればもう塗料が出来上がってる。寒い日だったり、今日で多分今からで1時間後くらいには乾きます。ああ、じゃあ実質そんな待たなくてもメッキかけられるよってことですね。うん、まあ置いた方がいい。保険かけた。保険でね。普通にこう1回でこうやって塗ってた方が多分これすげえ塗りやすいってこと。ほらめちゃくちゃ綺麗に塗れるよ。ハケはありって言ったよ。そう、ハケもあるんだよ。多分こうやってやった方がいいっすよ。これなんでハケ業者が知ったんですか。インスタ、インスタでうちの研究の子がこれを塗るテストのいろんなハケやってたら、こうしたハケがうちが選定してます。インスタ、じゃあここの3人は3つの業者はインスタで知り合ったもんよりもっすね。あ、そうそうそうっすね。インスタ、やばい。ほんとすごいっすよ、インスタ。やっぱ初期はやっぱ、野崎さん早かったっすよね、インスタ始めるの。多分最初は始めたのが僕ら世代とか。ですよね。世代っすね。多分、まあ、多分、うちも始めるの早かったっすけどね。はい、インスタいつ始めたの。会社のインスタっていつ始めたんですか。違うよ、ラーメンの方で。あ、ラーメンですか。ラーメンはラーメンでいいんですか。ラーメンで。ラーメン5年前ぐらいから始めて。あ、5年前ね。会社のインスタは、まあ、ラーメンのインスタは会社のインスタはね、コロナになってからです。あ、じゃあ結構後。そうですね、一回うちにもインスタでクラブ。これめちゃくちゃ塗りやすいね。いいか。はい。この鋼材のこういう刻印かな、こういうのがそのままメッキすると脱脂層とかで綺麗に取れなくて、ここだけメッキがつかないっていう爪切りになることがたまにあるんです。でこれってフィンガーでちょっとフィンガー使って拭いても
取れない、全然取れてないですね。全然取れない、オフトークからくなるけど全然取れない。へえ。それ何、なんか取れる液体があるんですか。そう、取れる液体があるんですよ。なんでそれを実験、交換ニス剥離剤。これはもともとは交換についたニスを取る剥離剤だけど、ちょっとどういうの、これはちゃんと小分けで塗るんかってやってる。これをはいちょっと待って、あ、そういう感じなんだ。これやっときますか。これは剥離剤だから、はい、これも水性なんです。30年は別にこれも大丈夫、飲んでも大丈夫。なんでこれは塗り伸ばすというよりペタペタ置いとく感じ、取れるかどうか見てみる。あ、でももう取れるの、もう。あ、もう1時間も待ってらんないっすよ。取れてるわ、これ取れてますよ、ほら。これもだいぶ取れてるっすね。ほら、へえ、取れた取れた取れた、早っ。で、おーすげえ、1時間が一瞬だわ。やってもいいかもしれない、これこうやってやって、こうやってやっていくだけでも取れるか。あ、ちょっとやっぱ染み込ませないとダメですね。でも取れる、取れる、あ、取れますね。これちょっと残ってるじゃないですか。ちょっと残りますね。ちょっと残ったやつがデン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 って不明気になることがあるから、はい、これもちょっとこうやってやって、やっぱそのハケがいいんじゃないですか。このハケがいいのかな、これでこと。あ、ちょっとマルコさんのハケ、これ実はハケじゃない、ニシンさんの販売中です。でもうちジンク塗料のメーカーです。ジンク塗料のメーカーですか。ジンク塗料、どこでね、どこで使ってる、あれ持ってもらってるジンク塗料です。で使ってるアイメッシュ補修剤です。これでメッキの補修をすると、本業です。本来はこっち、本業がこれ、あれが副業。じゃあこことかも拭いた後、そうですね、ここ多分穴周りのタレをスタンダーで取った時にできた傷を補修すると。どっから来たの？え？日本語わからない。わかってるやん。ベトナムで。頑張って。頑張って。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、できました。実際どうでした？マルコさん的には一液性は初めてですか。一液性は初めてです。あ、そうなんですか。そもそもね、塗るっていうことはあんまないからね。あ、お客さんの方で、はい、塗ってきてもらって。うちで塗る場合はやっぱり二液性なんで、たまにしか塗らないからまた分かんないじゃないですか。うん、先ほど言ってたその分量だとか、やり方が分かんないんですけども、今日見た感じはすごい簡単です。だんだんですね、開けて使って、ちょっと乾かせばもう大丈夫。そうです、そうですね。それびっくりですよね。もともと不適材は塗料タイプとペーストタイプと2個作ってるんですけど、うん、今日ちょっとペーストタイプの方持ってきたんで。塗料タイプっていうのはまたあるんです、違う位置です。あります、あります。もうちょっとシャバシャバな、へえ、もうちょっと塗りやすいんですけど、作ってる中ではペーストの方僕はちょっと好きだから全然塗りやすい、僕はペースト持ってきた。まあ下側とかこう塗るときとか垂れなくて、そうですね、いいですね、ペーストタイプだと。もともとはこうネジ穴とかの踏み木をするときにこう山があるじゃないですか、ネジの、でそこに対して踏み木材がちゃんと塗れればいいんだけど、山と谷だと谷側の方にこう塗料がついて山側につかないことがあるじゃないですか。確かに。で踏み木とは作るとはいえ、やっぱり規定の膜厚はあるし、下処理もちゃんと必要だし、なんだけどこう膜厚をつけなきゃならないってなると、普通のサラサラの塗料だとちょっと膜厚はつきにくいんですよね、ネジ穴で。でネジ穴でもやれるには、まあ、今まで粘土詰めたりとかしますけど、あれも塗るの大変じゃないですか、はい、なので、ペーストだとベトッと全体的にこうやれればネジ穴もできるよねっていうので作ったのがペーストなんですよ。
まあ、その技術がいろいろなところに応用されて、今回みたいな。そうですね。だから、それもペーストで別に面を塗ってもいいし、ただ、膜厚をやっぱりちゃんとつけてあげなきゃいけないんで、剥がれちゃうんですよね。そうです。結局燃えてる間、メッキ層に入れてる間に塗膜がどんどん燃えていくんで、薄すぎると、メッキ層をつけてる時間が長いと全部なくなっちゃって、メッキになっちゃう。またメッキになっちゃうとかね、可能性もあるので、だから一発で膜厚がつけられるやっぱペーストタイプの方が僕は好み。そうですね。自分も初めて見たんですけど、うん、好みです。あっちの方がだから僕はあっちの方が押してる。僕もいつも押してます。ペースト押し。ペースト押し。ああ、そういうことね。まあね、あれ無駄にならないからいいですよね。時期に。そう、無駄にならないです。で、夏場だとやっぱ水だからちょっと蒸発していっちゃうんですけど、水で希釈できますからね。水道水。水性だから。うん、水性だから。水道水だから。シンナーも専用のシンナーも別にいらないですから。水道水で。希釈できるのでかいっすね。だから安全ですし。安全です。全然匂いなかったですもんね。全然なかったっすね。もう別にこうやってやろうと思えば。そうですね。こうやってやろうと思えば。俺飲みそうだな。匂いも全然ないですしね。はい。すごい。で、大体ね、皆さんこう、ちょっとしか使わないから、ほぼ捨てちゃうとか。そう、二液にするとね。そういう考えると、ね。うん。うちも持ってていいかな。うん、そう。で、今日は3キロですよね、あれ。5キロでした。あれ5キロです。ペースは5キロじゃない。で、例えば、今日使いました。うん、で、また使うとき、うん。うわ、やっぱり結構時間空いちゃったな。2ヶ月前だ、あれ。ちょっと使ったの。じゃあ、ちょっと開けてみようって言ったときはどうなってますか？あの状態になってる。え、またすぐ使えるんです。使います、使います。だから、だいたい開けてからどんくらいは使えるんですか？開けてからどんくらい使えるんですかね。でも、まだ芝居して1年ですからね。だけど、試作してる段階では何の問題もないですよ。2、3年は多分なんですよ。ただ一応、メーカー的には多分1年って言うとは思うんですけど、僕らは。まあそうっすよね。でも全然使えます。水で希釈すればいいだけなの。確かに。水だわ。そう、水なんで。そうだそうだ。だから夏を越しちゃったとか、そのまま捨てると、多分水は結構蒸発して、もうこってこっての糊みたいになってると思うから、また水入れて、伸ばして、戻せばいいです。ああ、じゃあもう誰にでも扱える製品ですよね。そう、だからペーストで、使っといて、そのまま塗るも良しだし、ちょっと塗りにくければ水で希釈して自分の好きな粘土にして、やっても もう効果は一緒ですから。確かに。水は飛ぶから、塗膜にはなら関係ないんで、最終的な乾燥した塗膜が問題なんで。科学的な話ですね。そうですね。作業性だけですね。作業性だけですよ。じゃあ、一家に一台あってもおかしくないです。一家に一台です。はい。まあ、これを見てる人たちも欲しいなってなるかもしれないんで。テレビとか、冷蔵庫同じぐらい意識したいですよね。はい。いいなぁ。まあ、今日は日清インダストリーさん。名前だけでも覚えて書いてください。まあ、インスタグラム。はい、あと、ツイッターやってるんですか？ツイッターもやってます。インスタグラムとツイッターもやってるんで。はい。ぜひチェックお願いします。お願いします。ありがとうございました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 。マルコさんもインスタとあと YouTube 第1回メッキつけてやってるんで、はい、それチェックお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うちの YouTube は登録者35人ぐらいだね、はい、あ、そうか、 YouTube もあるんだ。YouTube もチェックお願いします。はい、東軍工大カルト、あ、西田さんの川西と原沢とマルコ工業藤谷と野崎でした。あ、大崎でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。日清ラストリーの営業担当してます海です。ラーメンの食べ歩きが大好きで、インスタグラムフォロワー1万人います。おー、お願いします。すごい、1万人、はい。